時間がない。時間がないぞ。今日は休養が入ってるから朝食の時間はないの。ほら、早く中央町へ行きましょう。アントネーワさんが休養があるって、きっと昨日の件についてだと思う。あら、時間通りね。こっちに来て、見せたいものがあるの。これは昨日、戦闘の記録を修復して発見した映像よ。作り物ではないと思う。あの人の本当の目的がわからないけれど、みんなに伝えないと。記録を変えてまで隠そうとしたことよ。また同じことを試みるかもしれない。でも私たちだけでどうやって。私はヒーローの実験でリビングデッド化されるのはごめんよ。彼は人気使いにとって非常に危険な存在だわ。中央庁はヒーローさんによって建てられたもので、今まで複数の人気使いが管理してきたの。人気使いたちに会議室に集まってもらった。みんなで対策を考えないと。時間よ、会議室へ行きましょう。珍しいわね、昔の七人衆が揃うなんて。アントネーワさんは一体どういうつもりなのかしら。重要な発表なのか。あら隊長、ほらこっちこっち来てください。静かにアミューサ、隊長とアントネーワを一緒にさせてやれ。あら、あなた新しい隊長さんでしょ。なかなか美味しそう。この後お姉さんと一緒に遊ばない。調子に乗らないでくださいよ、オルシアさん。隊長はあなたの獲物じゃないんですから。そんなに堅苦しくしなくてもいいじゃない。私が誘ってるのは隊長で、あなたのような小娘じゃないのよ。気が向いたら後で私のところにいらっしゃい。ご褒美をあげるからね。これで皆揃ったようだし、早く要件を聞かせて。はい、では皆さんの端末に送った資料をご覧ください。全員困惑しているようですね。最初に映像を見た時は私も同じでした。でもこの映像を信じるしかないでしょう。分かった。つまりあなたは隊長がヒーロー氏に取って代わり、そのヒーロー氏本人を監禁すべきだと主張しているのだね。ええ、適切な破片空間も用意してあります。安易な発想ではないかね。中央庁の創立者としてこの映像だけでヒーロー氏の人望が失われるとは考えられない。それは取り込み中にすまんな諸君。
びっくりしたか、アントネーは。なぜここにいるっていう顔だな。確かに驚いています。でもいいでしょう。ここで事実をはっきりさせましょう。あなたの計算違いのようだな、アントネーは。え？アントネーは君の計画は分かっている。隊長には戦力がないから、一人だけなら戦いやすくなる。七人衆の力を合わせれば私を倒せると。残念だが、とっくに手は打ってある。神器使い。失敗したか。構わん、サプライズゲストの登場として十分な出来だ。さあ、七人衆の末っ子を紹介しよう。闇の子ダルビラだ。なるほど、一度も姿を現さなかった暗殺者、彼があなたの切り札なのかしら。確かに驚きはしたけど、私も舐められたものね。いや、そうではない。考えてみたまえ、なぜ私がまっすぐにここへ来られたのか、それに私がここにいる理由が何なのか。なぜそんなことを。ま、私の話の方が信憑性が高いからね。ずっと自分を騙してきた連中を信じるか、未来に希望をもたらすものを信じるか、答えは明らかだろう。待って。まだ説得しようというのかね、アントネーは。まるで振られた恋人のようだな。そんなにしつこくては逆に嫌われるだけだ。分かってるわ。隊長を説得しようなんてしない。あなたを全力で倒すだけ。起動。お前がそう望むなら。
本を読む時間がなくなりました。バトルモード起動、敵を迎え撃ちます。リーク、その魂もらい受ける。さすが最初の人気使い。でもいくら強いと言ってももう昔のことだ。さあとどめを刺したまえ隊長。見つけた。その聞きたいことがあって、これからも一緒にいていいかな。うん、アントネーヴァさんには申し訳ないけど決めたの。隊長がどこに行っても私ついてくって。まさか断るつもり？あなたのためじゃないからね。私はヒーローさんの考えが正しいと思ったから来たの。そんなこといいでしょ。私は教えてあげたかっただけ。これは一つの道に過ぎないってことを。目的を達成させる方法はたくさんあって、プロセスも様々なの。目的を達成できればどの道を通ってもいいの。言ったでしょ、あなたのためじゃないって。それに今あなたが使える人気使いは少ないでしょ。私は少しでも役に立ちたくて。やることははっきりしてるみたいね。
またお越しになって。その魂もらい受ける。大丈夫、私の背中に隠れてください。
綺麗に。起動。貫いた。タイムバックネート。
よ。仰せのままに。素早くきれいに。さっさと始めましょう。あたし、もうワクワクしてきたわ。
読む時間がなくなり忙しくなるどうかしましたさっさと終わらせるぞその魂もらい受けるぞオベリスクよ一緒に寝よう。